おかえり。どこ行ってたの？女の子の友達とご飯食べに行ってたんだ。嘘つき。嫌なタバコの匂いがするし、男の人の匂いがするな。こういうのって、べったり抱きつかない限り、匂いなんてつかないんだよね。例えば、ほら、こんな感じかな。でもこう、もっとくっついた。このくらいしないと、男の匂いなんかしないんだから。そうだ。ねえ、知ってた？これ、何かわかる？君のバッグにはね、盗聴器を入れてあるんだ。それに、スマホには GPS が仕込んである。どうしたって？それはね、最近よく男の匂いがするし、それに、怪しかったから。君って本当に嘘が上手。ごめんなさい。浮気してた。もう二度としないから。嘘だ！君はまた、浮気するだろう。そうなんだ。だったら、嘘をつかせないための注射をしないとな。君は僕しか愛せなくなるんだ。僕からは逃げられないんだよ。だって、愛してるんだもん。君は僕のもの。怯えてるんだ。大丈夫だよ。痛いのは一瞬だけ。それ以外は、何にも考えられなくなっちゃうから。もうしないから許して。ごめんなさいか。ほら。じっとしろ！痛いよね。誰が悪いんだっけ。そうだよ。
僕がこんなに愛してるのに、君が浮気をしたんだよね。これからも君は僕のもの。そうだ。二度と外に出れないように。今日から手錠をつけて、部屋に繋いでおこう。食事やお風呂もしてあげるから。ほら。やめてあげないよ。だって、外に出したらまた浮気するから。やっぱり、最初からこうしておくべきだった。あれ？どうした？体調でも悪い？顔が赤いし、僕の名前ばっかり呼んじゃって。すごい効果でしょ。いいんだよ。そのまま。おやすみ。どうした？急に目が覚めちゃった。よしよし。あ。僕が殺人鬼の夢を見た。何それ？ん？どうして裸かって？ああ、君が悪いことをしたからお仕置きをしただけだよ。俺、二本目もどうね。君は僕の。もう浮気なんてさせないんだから。だって、僕は君を愛してる。